朝霞台駅は埼玉県朝霞市東部座一丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ13。島式ホーム2面4線を有する地上駅で、ホームは霧道支部にある。複々線区間にあり、外側を池袋発着の優等列車が、内側を普通列車及び地下鉄線直通列車が走る。階段のほか バリアフリー対応のエスカレーターが設置されている。駅舎は地平よりやや高い位置にあり、改札口は古戦橋に直結した反響上駅となっているため、駅舎に入るには北口、南口ともに10段程度階段を上る必要がある。この階段部についても2004年3月頃にエスカレーターが設置された。2009年10月上旬にピクトグラムを用いた展示付きの 駅構内案内図、トイレ内案内図を設置した。2010年3月頃には、発車案内表示器が更新された。武蔵野線北朝霞駅が北口側にある。駅舎の北、プラットホームにかかる位置を武蔵野線が高下で超えている。東部川越駅間区参加の駅長配置駅で朝霞駅を管理する。2020年度の1日平均乗降人員は119009人で、 ある東上線内では、池袋駅、和光市駅に次ぐ、第3位である。増加傾向ではあるが、2008年度以降は、同年度に大幅に増加した和光市駅より少なく、なっている。東武鉄道全体では、池袋駅、北千住駅、和光市駅に次いで4番目に多い。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下記の通り。 乗り換え駅公的施設、学校郵便局、金融機関店舗南口側のバス停留所名は、朝霞台駅、北口側の停留所名は、北朝霞駅である。このほか、国際工業バスによる深夜急行バスとして、池袋駅西口朝香台駅業のバスと、池袋駅西口朝香台駅にい座駅業のバスがある。北朝霞駅バス路線を参照。ありがとうございます。